点で折り返しています。さあ後半です。両者一歩も譲らぬまま後半戦を迎えています。さあマテウス、いいプレッシャー、いけるか。スミスロウ、クルセフスキ、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。これは笛はありません。フリット、メッシ、さあゴールに向かっていく、決めたい。狙ってからネドベド、裏を狙っていきます。縦へのボール、クリセフスキ、ドリブルで仕掛ける、ネドベドから縦へのボール、フラットからフリット裏へのスルーパス、絶好の位置で打てる、シュート、オフサイドか。両チームともメンバー交代があるようです。長いボール縦へ、裏へ届くか、収まってフリーだ、素晴らしいパス、シュート、北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、人のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。勝利に向けて一本抜け出しました。これはオフサイドです。交代の枠はまだ2つ残しています。裏のスペースを狙う、ビエラ、大きく縦へ、これ仕掛けるか、戻します、ゆるく狙ったボール、倒されます。これはペナルティーエリア内、足いっちゃいましたね。 PK を得ました。デヘア、しのいで次につなげたい。でも本当 PK とはいえね、勝負強い選手ですよ。また決めてきましたからね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、監督見事な采配でしたよね。そ
選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。2点差にリードを広げてリスタートです。アウェー側としては非常に大きな得点ですね、はい、無理に攻めていく必要がなくなってきますからね。そうですね。ダイプマーテウススルーパスを出ろと、これは繋がりません。ポーランド、サンチョ、フォーデン、プレッシャー、ここでファールがありました。ルベンディアス、先ほど行ったファール、イエローカードをもらっています。うまくボールに行きました。主審流します。笛です。4対2、逆転で撃破。北澤さん、結局逆転という形で試合が決まりました。強さ本当に見せてくれましたね。なるほど。